どうもお疲れ様でした。はい、どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。<ー>ええー、ブルッド講座の第4回目の終わった後の放送後期でございます。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。そうでございます今日も非常に面白くてですね。<laughs> <laughs> 今日はトップシーンの話、ね。そうでしたね。うん、そう。で、その、なんだろう、あの、トップシーン、 って考えると、いろんなこう、うん、なんだろう、どんな技を使うんだろうとか、はははいはい、はい、うん、でもその考え方の今日はそのコツというか、発想の仕方のコツっていうことで、うん、僕は非常に分かりやすかったですし、うん、あのなんだろうな。まあ、結局、まあ結局の話になってしまうんですけど、その、えー、見,見る人を巻き込んで <laughs>、あの、なんですか、掃除を効果というか、はい、で、その、 作っていくっていうのは非常に僕は今日、うん、腑に落ちたというか。ああ<ー>はい、トップシーンの方としてですね。はい、そうです、そうです。まあクライマックスのお話も前にありましたけど。えー、えー、ええー。結局全部つ、まあ、繋がってて、全部繋がってて、まあ当然なんですけど。うん,うんうん。クライマックスの時にこに教えていただいたこととか、うん、あるいはその三幕構成の時に教えていただいたこととかがもう。その、うん つながっていく感じが今日もすごくして、それが結局その,、うん、のトップシーン、特に今回はそのプレゼンとかのお話とかね、ええ、もうしていただいたりとかして、非常にこう自分のことのようにも感じた頃ですね。ええ、ああ、そうですか。はい、はい。なんかまあプレゼンが僕は割と苦手っていうところが最初にあったりとか、うん、で三宅さんの本とかもプレゼンのね、スクリプトドクターのプレゼンテーション術の本も読んだりとかもしていたり。うんはい わけですけれど。うん、なんか、どんどんそういう、こう、まあ、三宅さんが教えていただいたことがつながっていく感じが、特に今日のトップシーンの話では。ああ、そうですか。はい。ああ、だったらよかった。です,です、うん。いや、そう言っていただけるとね、何よりです。うん。うん、多分、みんなも、みんなもこう、結構、分かったんじゃないのかな。いや、だといいですね。うん。あの、どうしても、その、 トップシーンっていうのはその最初に鑑賞する人が触れるものですからね読者であれ、うん、視聴者であれだからそこからはじ全てが始まるわけでその作品はねだからあの非常に重要だというのは、まあ、みんな理解していることだと思いますけどもでもその鑑賞するときに最初に触れるものなんだけど着想するときに最初にあまりあるのはいいことではないというかその。<laughs> 意外と難しいんですよね。その何かこう漠然と素晴らしいトップシーンが思いついたっつって。で、いや、そこから膨らませられる人もいます、もちろん。いらっしゃいます、こういうものが見えた。で、それによただ、その、そういう人は必ず、そういうものが見えた。で、こういう状況の中で、こういうふうにあのなことを考えて、 生きていく、そんな男なんだよ、こいつはとか、そんな女なんだよ、彼女はっていう風に、必ず。そのキャラクターがの生き様とか、うん、そのキャラクターが何を大事にするか、ということも。一緒に見えたっていうのが、裏に絶対あるはずなんですね。視覚的に、こういう絵が見えた、かっこいいフレームだ、いい構図だっていう話じゃない。そういう面白い、あるオープニングシーンがあったとしたら、そこはそうある。人間が。 そういう面白み、おかしみ、悲しみ、いろいろありますけども、うん、を、えー、表に表した瞬間なんだと。そこが見えたんだ。そこが魅力的だと思ったんだ。そういう場面から始まりたいんだ。うん、っていう話であることが多いわけですよね。うん、そのトップシーンが見えて、そこからさらに膨らませられるという議論もするときは。うんうん、つまり、それは実質上あの、どういうカットが見えたっていう話じゃなくて、 そのそいつが見えたっていうそのキャラクターが見えたっていう話に近いわけです。そこ、うん、にいたみたいなことですもんね。そうそうでうん、うん、そいつがこういうことを思ってこういうことをしたってことなんだよなっていうことがセットなわけですね。どこまで言ってもやっぱりそ,その人の生き様とか、ね、キャラクターですねの人間の内面とその内面がこういう人間だからこういうことしちゃうやつなんだ。 っていうようよよな、まあ、つまり人ですよね、うん、人そういうケースは全然 OK なんですけども、うん、やっぱりそ,のそれこそ,そのこの新書監査ととこの講座をやらせていただくそのベースにその苦しんでらっしゃる漫画家さんの話、はい、漫画家さん漫画家志望者さんいろいろいらっしゃると思いますけどもちろんあるいはそういう人たちがどういうふうに引き出していったらいいかという悩んでらっしゃる編集者さんもいらっしゃるということだと思うんですけどもあのー まあ企画とかねクライマックスとかいろいろ行ってきましたけども一方やっぱちょっと気になってたのが定期的に話題に出てくるある絵は見えたあるコマは見えたそのコマにインスパイ自分で浮かんだコマにインスパイアされて物語が浮かび上がってきたそれはすごいハッピーなことだと思うんですけども、うん、あの悔しいかなそれでうまくい,いってる人は全然問題ないんですけどもあのその絵に 縛られてしまうもしくはその絵が自分が生み出したもので自分を引っ張ってってくれるあの道しるべだと信じていたのに、うん、むしろその迷い道っていうかそこにいざなってしまうっていうその絵があったことによって。というようなケースもたびたび伺うわけですよね。この絵が描きたくて描いたんですっていうフレーズの場合もあるかもしれません。 でその絵っていうのがそのじゃあ物語の中でその展開の中で決定的に機能しているというのは素晴らしいことだと思うそれ,はそれはすごく恵まれた話だと思うんですけども当初描き始める前に浮かんだイメージがどこかこういろいろなパズル的に間を埋めたりうまくいかなくなって最終的にどっかのページのあるところにポンって入った時に。 その人が最初にその絵から希望を感じたような効果がその絵に残ってることは稀じゃないですかってことなんですよね、その。実はその、その一枚の絵を頼りにしていったとき。で、そしてうまくいってない場合。結局、その、今度鑑賞する側は、その絵に到達するというプランだなんてことは知らずに読んでるわけだから、トップシーンから、その、それこそトップのコマから。というふうになってたときに、その認知っていうものの積み上げの中で、 まだ描き始める前に見えた絵っていうの,の中に作者さんが感じている自分の歴史や自分の価値観やっていうものからその絵に対しての感情が生まれてるっていうこととずれてってしまうその。でっていう話ですよね要はそのそ,そういうような話をそ,そこまでこういう理,理で説明されたことはないですけどその。うんうんうん この絵が描きたくて描き始めたんだけどうまくいかなかったみたいなケースとしてよく聞くわけです。うん、で、これはまあ難しい問題で、これはトップシーンというよりもトップシーンの駒が見えたって人もいらっしゃるでしょうけど、あのーまあ、どっちかというと前後の脈絡なく見えた。そんで、おおむねこんなことなんじゃないかということが想起される、その絵の中にいるやつのたたずむ姿により。うん やつは旅人なのだぐらいの感じとか、あのやつはこういうようなものを背負っていたのではなかろうか。みたいなことですね。それはそのやつとやらとその作家が問答したり、滑ったり転んだりぶつかったり、うん、まシリアスじゃなくてもいいんですけど、シリアスな気持ちじゃなくてもいいんですけど、ちょっとおふざけな気持ちでもよくて。 もしこいつがこんなことやらしたらどうなるかなこいつがもしあのこれ持ってたらどうかなっていうのをちょっとずつ試しながらそのキャラクターを掴んでいくという工程なくポンと出てきたことの価値っていうのはあると思うんだけど、うん、ただその絵一枚で終わらないのがもちろん物語なわけですよねそうですよねだからそのなんとなくこのやつと呼んでる存在との関係性の中でこうお互いの、うん 本音とか探り探りみたいなものの中でおぼろげに浮かんできた物語っていうのを紡ぐならわかるんです。はいはいはい。だからその場合は最初の絵はもうもはやあまり機能してないかもしれないしうん、うん、もっとその絵をに端を発して発想してったけどこの絵にはあまり執着がなくなった。なぜなぜら やつと自分との関係で新しい軌道が立ち上がって新しい人間関係が周りのキャラクターが見えてきたから描きたいものが分かってきた、うん、そのためのきっかけとしてあのコマが必要だったはすごくポジティブだと思うんです。でもその絵に収まるようにそのはいはい<あ>あ<ー>いろいろなものをこう、うん、構築していこうみたいななるのってあの、うん 多分、こう物語の考え方、旅の考え方、よく物語で旅に例えられるけど、旅の考え方としては相当不自然だと思うんですよね。うん,う,んうん。行ったことがない場所のある瞬間っていうものの、そこの場所である瞬間を写真に撮るとか切り取るとかうん、うんで、そこに合わせていく、その後もあるかもしれないみたいなのっていうのは、その旅の中で発見された 輝かしい瞬間とは全く別なんですよね。そのうん。うん、実際とはと。そうそう。全然違いますよね。<laughs> 違うんですよ、ねいや。旅してないじゃんってことになっちゃうんですよ。そう。そうなんですよ。うん、だから、物語が旅だってい言い方をするときは、旅の構造っていうものをストーリーに転用するっていう話のときによく使われるわけですよね。そのはいはい。そうですね。そのリジオンルーティンっていうものから何かしらその新しい選択と行動を取って旅が始まる。その旅はもちろん、 苦しみやいろんなものを持ってるし恐怖とかそういう不安とかいうのもあるんだけどもそれを村の幼なじみの村に戻った方がいいよこっちが安全だよではなくて旅の中で知り合った仲間や、うん、師匠と呼べるような存在やあるいは自分自身のあのを鍛えていくとかそういうことをやっていくうちにその最初は恐ろしく見えた景色っていうものが変わってくるってところがポイントなわけですよね。つまりその、うん 誤解を恐れずに言えば頂きに立つというか、そ,のでそれはやっぱりその、えー、しんどい思いをしたから見える景色があるっていうことなわけじゃないですか、その物語の旅の構造っていうのは。うん、そうですそうですですすよね。で、そういう意味で旅なわけです、ね。ところが、はいその、そこを旅の構造というものをストーリーに例えていくと、確かに旅だね、何でも旅だ、恋愛も旅だ、あのなんか怖い、なんか殺人鬼と戦うのも旅だ、うん、何でも旅だ、推理も旅だと、ミステリーも旅だと。 スリーラーも旅だと言えるけど、問題はそのアイディアっていうものをその抽象的でその混沌としていたアイディアっていうものを物語にブレイクダウンしていくその何もないところから徐々に生まれてきたキャラクターが人になっていく、うん、それは仮に擬人化された人ではない生き物だったとしてもなっていくっていうで、えー、筆が進んでいくで 紡がれていく他のキャラクターとの間にコンフリクトが生まれて展開が起きていくっていう実はその作家がそうやって人物と向き合っていく工程自体が旅なわけですよね。そ,そ,う,なんそうなんですよ。実はね。そこがあのお話を作っていく時に一番楽しいとこ、うん、で実を言うとそこが一番。 旅のあの,のプライスレスレ魅力みだからそれは例えばじゃあテンプレに当てはめれば筋は通るかもしれないみたいな時点でもう旅じゃ何で,でもないわけですよねだってもう全工程決まっちゃってるわけだからそれは。あのとことだそれは旅の醍醐味からはかけ離れているわけです。だからどうしてもそのそでもその起きるかどうか分からないその奇跡のような ものっていうふうに思い込んじゃってると、その怖いから先にガイドラインが欲しいって言って、旅もそういうが旅もあるじゃないですかと、その、うんうん、なんとかツア、ね、ーでね、そのガイド何時にどこに行ってって言うと、<laughs> うん、それも旅は旅でしょってまあそうかもしれません。うん、ただ、それはあの、消化していく旅ですよね、どちらかというと。それはそれ,それが悪いとは言わんけど、そういう旅が。うん わんけどなぜならばそれの結果得られるものが自分に返ってくるからねそのいわゆるなんか一号がりツアーみたいなやつはそうその目的があって自分が対比でその目的のために行くわけだからそれはいいと思うんですけども、うん、問題はその,そのた,ただ漠然と浮かんだ困っていうのはその何て言うかなその そこに本当に渇望があれば実はその浮かんだ絵の端々までにヒントはいっぱいあると思うんですよ。あると思うんで。そうですそうそうそう。あの、うん、そ,そういう考え方であれば多分そんなには悩まないはずなんですよそこかん。ででも多分吉野さんはじめいろんな方から伺っているあるコマが浮かびましたんでそのコマを書きたいから書いてるんですけどでもうまくいかなくなりましたっていうパターンっていうのはちょっとそれとは違うんじゃないかっていう。 気がしちゃうんですよね、うん、そうですね。うん、なんかそのコマをどこに置こうか、うん、そのコマが合う形を作ろうみたいなことになっちゃって、いわゆるその、なんていうんですかね、キャラクターがどうのとか、うん、なかなかそ,その、その人なりにキャラクターを把握して描いてるとは思うんですけど、あるいはそのキャラクターをこすって書いてるとは思うんですけど、どうもその、書いてある、その思い浮かんだ絵っていうのを、 生か,すうん、生かすって言い方もあれだな。うん、それがそのままそこにあるっていう感じになっちゃうんですよね。うん、それは変わっていくものだとやっぱ思うんですけど、そ,のっ、うん、そこに向けて作っていくときには。と思うんですけどね。だから、うん、その時点でそのコマは役割を終えるわけですよね。そ,はその。そこからインスパイアされて、どんどん広がっていったってなったときにこ、これ自体はもう役割を終えて。 ももっと違うものが見えてくる、うん、そしたら別にこれを再現する人は多分ないはずなんだけどでもそういう風な話でもないわけですよねそそうですまずこれがあってこれを着地点とするっていう風な考え方になった時点で僕はその創,作しも創作って言い方はもう、ね、ストーリーテリングのための発想でいいんですけどもなんか一番おいしいとこを失うというかライブとはだいぶ離れてる印象があって。うん で,でもそれだと苦しいだろうなと思ってその発想の仕方その考えの工程だとこの絵にあった、うん、でそこにはめるででだ,だけどなんでそ,そこにはめなきゃいけないかって話になるんだけどキャラが動き出してたらそこに帰結するというよりは多分変わっていくはずですよねその構行をして判断をしていくから,、うん、だからここがあるって話になると 前回の話と一緒ですよ。そのローラパーマーが、そのあ。そっか、そっか。<laughs> ね、お、ね。描きます。貞子が井戸に落とされるまでを描きます。ダースベイダーがマスクかぶるまでを描きます。そうすると、常に、あのー、ある、こう。 慎重さっていうものが求められてくる本当になれ本気になればですよなればその慎重な思考っていうのは緊張感を生むわけでそので大胆な行動ができなくなりますよね慎重な時ってそうですよねすり足になってうん、うん、周りすごい気にして細かい部分気にしてなぶつかっちゃうんじゃないかこのなんか高級なグラスを割らないように狭いとこを通をらなきゃいけないみたいなうん、うん 目的がここだけになりますねでもうその時点でもう可能性っていうのは恐ろしく狭くなりますよねその。なぜなら大胆さが呼び込まれない。大胆さというのはひらめきだったり思いつきだったりある種いい加減なことであるっていうことが重要なわけですよね。つまり身長っていうものからは最も遠い。うんうん、でその創作していく物語を作っていく工程の面白さっていうのはあの身長とは多分真逆。 うんうん、なんですよね多分この講座での,あのベースになってる、まあ、つまり「作撃」っていう考え方プロットのみたいなのは逆なんですよね。慎重にやっていけばあの精度が高くなるっていうのはいろんなものがもうその川の上流から下流まで流れてきてる時は慎重さがいいと大事だと思うそのその、うんすよ。 つまり企画で言えばいろんな人が携わるもっと具現化になっているってなった時にディティールとか細部っていうのは大事だと思うんですけど何かの絵が浮かびました、カットが浮かんだっていうのは本当に混沌から最初の秩序のきっかけになるのはいいと思うんだけどあのこれが秩序だってなってしまうとそれはあのすごいスピードでレンジが狭くなるわけですよね発想。うんうん そうですね。前そうですね。先週の、週の例えを引きずるならば。<laughs> うん。本当、そうなんですよね。うん。だから、すごく難しい作業になっちゃうんですよね。あ、そう、そう思います。なんかその、はい正、その、そこが正解だと思っちゃうから、その正解は何だになっちゃって。そうなんですよ。これを狭い可能性の中で考えようとするから、分かんないっていうふうになっちゃったりとか。なっちゃいがちですよね。うん、と、僕は思うわけです。<laughs> そので、でことを考えると、 なんでここにこんなに力入れて話してるかというと、僕がアマチュア時代はそういうもんだと思い込んでたからそうですよね。ああ,はあ、はあ、はははそう。全然書けないわけですよ。その、まあ、もともと僕はあんまり脚本とかプロットってちゃんと勉強したこともないし、アマチュア時代はほとんどすごく軽視してたんですよ。あの軽視してたという意識はないんですよ。その、意はないんですよ。あの、ただ、 いや悪意もないし憎しみもないしそのぐらいそ,そ,そういう感情が生まれるほど詳しくもなかったし、うんうん、ただ軽んじてたとは思いますね自分の創作に関しては学生の頃だから自主制作で作るやつっていうのは事実上脚本がほとんどな,ないものそのなくて成り立つものそのつまりすごく抽象的な表現やあの <laughs> そのつまり写真的な絵 ですね、動画っていうようなことでしたねそのつまり形から入っていたわけですねでうん、うん、ところがまああのねプロになってご飯食べていかなきゃいけないということでいろいろ考えていった時に学生の時にそのプロットを書くお仕事みたいなチャンスとかいただいたわけですけどまあ書けないまあ書けないうん。でじゃあどう考えていってたかっていうとまあすごいシンプルですよ ある絵が浮かんでるんですよ、やっぱ。ああ、やっぱそうなんですね。まさにそうです、うんう。で、その絵には、あの、何の根拠も。うん、で、その根拠のなさを直感だと信じようとするわけです、ね。その直感的な、うんはい、ある才のようなものだと信じようとするわけですね。でも違うですね。それは、あのー、それは、そのなんだろうな。 絵が浮かかんんだでしかないんでしつまりそういう絵を描くことがテーマならあれなんですけど一枚ではなくて物語を紡いでいかなきゃいけないわけですよねその物語を紡いでいった結果出た絵っていうふうにあの少なくともストーリーテリングっていうのはそういうものなわけじゃないですか、うん、ということを考えていった時に順番が完全に逆だって気づくまですごい時間かかったですよねやっぱりねああやっぱりそうなんですね ものすごい時間かかりました。理屈としては、それこそその映画の音を撮ってね、そのテープを起こしたりとかして、なんとなく構造を理解しているつもりなんだけど、それを自分が急に振られた仕事として、ゼロ発信でやろうとするときに全く活かせないんですよね。それはなんでかっていうと、その知識があのあの足りないというか、む駄というよりも、その知識と連携させる方法がわからないんですよ。 そこを全く学んでないから、その、教わってもいないけど、学んでもいないわけですよね。でそ,のその、つまりそ、そういうふうなことを教えてくれる人さえいればなんとかなったって話もないんですよね。それは別に、教えがあろうと学べるかどうかってはまた別の話だから、僕、うん、自身がそこを学んでないから、抜け落ちちゃったんですね。で、あ、これは無理だと、こんなんで仕事していけるんだろうかっていう不安がやっぱりありましたね。うんうん、で、だから、結局、その、 全く逆なんだとそのそもそもその物語っていうもの,の捉え方人物の捉え方その、まあというか人物が捉えられるから物語が動くつまりその最初の段階でその人物の可能性っていうものが、うん、一言二言でいいので種がなければそれは動かんのであるというそのことですよね。うんうんうん でとりわけドラマというものが生まれないのであると、そのストーリーがなんとなく成り立ったような気がするのは錯覚だみたいなことっていうのは、全部逆に考えてたんですよね。そのは,いはいはいはい。そうなんですよ。だから当然トップシーンから考えちゃうわけですよ。そのうん、まあ書けない。<laughs> 順番に考えちゃうんですよね、うん。書けるわけないですよね。だってうん、うん、頭に浮かんだものが、 に引っ張らられてくるから頭に浮かんだものをトップシーンにした瞬間にそれはひらめいてるわけじゃないですよ単に浮かんでるんですよなん絞り出してるわけですね何にもないからその例えば依頼されたことが、まあ、例えばこのぐらいの日数で取れるこのぐらいのやつでジャンルはこんなやつみたいなこと言われてやったとしてあのそ,そこから絞り出してるものでしかないからそのでも絞り出したってもともとそんな入ってないわけですそのもともと入ってないものを。うん とかこうやって歯ブラシの歯磨きの最後の方みたいになってこうチューチューチューって出して。<laughs> って言ってペッて塗った程度のものでしかないものを1行目書いたら2行目がそれの影響を受ける2行目書いたら4行まで影響を受ける4行書いたら16行まで影響を受けるっていうふうにやってるから全然こう飛躍が起きないわけですよ。<laughs> でなんでなんだと思うけどんでここで才能がないんだって話になるわけですよねやっぱり自分は,はいはいはい。 向いてないんだ。才能で、僕はそこで才能がないんだって考える逃げにまた行くわけですよね。だけど、うん、いや、それ才能じゃなくて技術がないんですってことですよね、実はそりゃうん、うんそのこ。こういうことこんな程度の話で才能なんて言葉を使ったら罰当たるぜって話なんですね、今思えばね。それは単純にあの無知。<laughs> 無知だった。 映画何百本も見てます。何千本も見てます。あの映画はこういうふうになってます。この映画はこういうふうになってます。そんなことは1ミリも役に立たなかったですね。その、<laughs> なぜならばそ、その知識や記憶っていうものを活かせてないからですよね。うん。うん。うん、今の方が生きてるんですよ、全然。昔見た映画とかが、すごくこう、あのー、 インプットアウトプットの循環の中にもう機能しているんですけど当時はそのインプットしているものとアウトプットしていくものの,その歯車が全く噛み合ってないってことなんですよだからよく言われましたよねその映画映画好きっていうだけじゃあの食べていけないよっていうで一周回ってでも好きじゃないと食べていけないでしょって今思うんですけど、うん、その。<laughs> <laughs> <laughs> でもそう思いますね。だから、あのー、当然のようにトップシーンから考える。で当然のようにつまずく。うんうん、で無理やりつなぐ。で,で何とかクライマックスのようなものが出来上がる。何とか帰結させる。うん、全然面白くない。全然面白くないですね。そりゃそうだと思う。今は思います。だから そのなるべくその、まあ、僕が二十歳とか二十一にとかそんぐらいの頃ですけどもそういうのはねその、まあ、やっぱねあの考え方っていうのを教わんないと無理だなと思う部分も今となってありますよねそんなの気づかないよね自力ではと思ってだから結局その見てきたものとかその自分なりに感じてきたその,そのなんですかその あのい,いろいろね気づきやその、はい、気持ちの動きやあのそ,そういったものですねつまりその自分の時間過去記憶自分、うん、存在そういったものは無価値なんじゃないんですよね全然、うん、そ,それこそ武器だしそれを武器にしなきゃしょうがないんだけどそれが武器に使えるためにはやっぱ考え方の順番とかがやっぱ必要で。 これが、あのー、才能と勘違いされる機会が異常に多いんですよね。はいはいはい。うん、異常に多いんですよ。その、それは何でもない。うん、それはただの、あの、<laughs> 考え方だから。<laughs> 考え方。順番。<laughs> とかじゃないその、そんなオーバーな話じゃない。そのうん でそれが分かって腑に落ちた時に初めて今まで自分が見たり聞いたり自分が判断したり傷ついたり喜んだりいろんなものが連携させ,られさせてしかもそ,のそれがより多くの人にを幸せにしたり楽しませたり場合によってお金を生み出したり自分が気が済んだりまあそういう時に初めてその才能っていう話に多分なってくると思うんですよね。うん,うん、うん そうだからあの単純に自分が積んできたものっていうものとその今ねそれはもちろん若さ若い時は若い時なりにいろいろ足りてないにせよその時なりに全精一杯なも記憶とか経験とか感っていうものだって当然武器になるしあの宝なのにもかかわらずそれをの使い方が分かる。うんうん だから当たり前のようにそのトップシーンから考えちゃう。企画っていうものが曖昧なのにトップシーンから考えちゃう。キャラクターの気持ちとかキャラクターのバックストーリーっていうものが曖昧なのにクライマックスの提携に持ってこうとするみたいな。でそまあうまくいくわけがない。う,んうん、<laughs> うわすごい大事な話ですよ本当に、うん、でそんなことで自分を責め る必要は全くない、うん、今もそういうことで苦しんでる方はそのまま。それはあの単純に不勉強なだけ。だからぼ僕はやっぱり僕は基本的に凡人ですけども凡人だけどあのそのみんな自分が紡げる物語っていうのは絶対あってその人が生きている以上真剣に生きてる、うん、絶対それは。 もうすでにいくつもの物語を抱えてることになるわけで、で、少なくともその物語る価値っていうものをみんな持っていると僕は思うわけですよ。それがベストセラーになるかどうかは別ですよ。みんなそれ、それはその人その人のそれこそ多様性だし、個性だと思うんだけど。うん、だけど、その、なんていうんですかね、その、それが、 あの語るに値するものなのかっていう議論にすぐ行っちゃいますけども、はい、その前にまず語るっていうその語るための思考っていうのは割とあのシンプルにノウハウだよねって思う。あ,あうんうんそう。才能じゃなくてね。才能じゃなくて。でそれは考えていく順番なのであってテンプレは絶対逆なんですよ。 うん、穴埋めしていくっていうのは最も遠いはずなんですよ。要は気づいていくとかじゃあそこに向かって走りたいとかそこを覗いてみたいとかその,あの探究なんですよねこう展開が起きるといいましょうか自分が A という場所から B という場所に行きたいそこに手を伸ばしてしまうっていうこれがすごく大事で思考でいう思考のこういう動きが大事でテンプレっていうのは <laughs> その。<laughs> 平面化するためのものだからその最も遠いんでしょうそれはだってここまで紡いできたからこの先が見えてきてはもっと広げたいもっと拡張したいって,ってこう展開がこう起きるこう手を伸ばしたいっていうのが起きるのにそこを掘らないでそ,そこを味わったり一緒に寄り添ったりしないで埋めていくっていう作業はうん、うん、それはあの それはどっちかというと何つったいいんだろうな何の書類に近いのか分かんないんですけど少なくとも <laughs> ストーリーテリングの醍醐味からは最も遠い書類だと僕は思うんですよねこれは批判してなくて種類が違うっていう感じ方というかその考え方の,、うん、あの手順があのこれは言い悪いじゃないんですよ批判じゃなくて違うんですよだから、うん、でこれをやっぱり僕はい 今となっては別にいいんですけどあの、当時の自分は多分知りたかったろうなと思うんです <laughs> <laughs> いやー、うもうぉ、簡書<ー>きましたからね、もう。そういうああ。うん、それは苦しいですよね、順番。間違えちゃうと、最初から考えちゃうと。知らないんだもんっていう。そのうん。で、それは無理ですよね。だって、その、あのー、 何も分かってないわけだから、結局は。分かったつもりになってるだけその完成したものを見て、ああでもない、こうでもないって言ってきたっていうだけで、でそれはそれで無駄ではないんですよ。うん、それを活かせる思考を手に入れてないから、その連携が取れないんですよね。その連携が取れてない状態っていうのは、才能とは何の関係もないんですけど、そのどういうわけか、それを才能だっていうふうに思われてしまうっていうね。思いがちというか。そ自分も思っちゃうしっ うわ本当にだから今日のお話とか聞いてほしいですよねちょっと悩んでる人がる。<laughs> <laughs> 全然違うんだよっていう。全然違う。ですごく今日の話っていうのはまあまあね3時間近く喋ってるわけですから、まあ、いろんな細かい技術の話とか思考、はい、あの手この手であのパターンこのパターンみたいなことを、ね、あの提示させていただいたりはしてますけど。 うん、あの重要なのは、未知の状態でスタートしてるってことですね、それは自分がひらめくのも未知だし、自分が描こうとして物語を人に楽しんでもらうのも向こうが未知だし、うん、そのだから、ねうん、未知っていうものへの、そうなん,てうんですかね、あのゆとりがないといけないですね、やっぱりその、ワクワクとか、伝えたいという思い、それは悔しさでもいいかもしれないし。 苛立ちでもいいかもしれないし悲しみからスタートしてもいいと思いますけども伝えたいでできれば分かち合いたい理解し合いたい認め合いたい認めてほしい分かってほしい承認欲求でいいと思うんですよね、うん、全いいと思うそれを言いたいだけじゃダメですねファソラ。言いたいっていうのだったらそれはもう壁でもいいわけでその <laughs> はいはい。 相手がね、そうそうそう。だから<笑><笑>、うん、僕がその書けないプロットに宿泊してるのは要するに僕がまだ見ぬプロットまだ見ぬ自分がつかめてない着想そしてその中に腕動くであろうキャラクターっていうのがに対して全く目も耳もちゃんとそのちゃんと見てないしちゃんと聞いてないんですよね彼らの。<laughs> 寄り添ってないんでしょ。 ただ漠然と浮かんだ雑なイメージに対してあのそこに動かそうとしてるで動くわけがないもうだってそれはもう自,自意識だけですからそのはいはいはいだからこれはもうそのまあねなかなか皆さんお忙しいと思うんですけど、まあ、毎回いろんなこと言ってますけど僕はその機会があったらそ,そのなんかいろんな やり方方というか考え方の話しししててますすけど試ほんですねやっぱ一つ一つそのそれはあのしっくりくるものもあればそうじゃないものもあると思うんですけどあの何かこう,こう結局のところ皆さん自身の風通し皆さん自身が気づいていくっていうことが多分大事でテンプレがあると安心するのは分かるんでしょ分かるんだけど、うん、再現性がないと思ってもうその。 いいつも言ってくださいますね再現性がないとダメだそうそう再現性というのは何か違うものと向き合わなきゃいけない違うような問題と向き合わなきゃいけない、うん、いろいろプロジェクト問題あえてプロジェクト問題だとイコールと言ってるわけじゃありませんよ何だって問題があるわけじゃないから楽しいこともあるでもとにかく新しい新規の出来事っていうのに対してそのそ,それその新規のそんな向き合わなきゃならないものうん、うん ものね、人でもいいしトラブルでもいいし何でもいいその子その子に、うん、と仲良くならないとその子自体と自分とのコンフリクトなければならないんだけどそれをおおむねこういうテンプレートで今までやってこれたからお前もそれでやってやるわっていうのはもう,もうこのことの,その理解してやるものはなくなってってる恐ろしくレンジが狭くなるそうんですね。その これこの子ってすごいまた僕らしい変な言い方してますけどその新しい新規の出来事そうなんです,そうなんですだからそこに何か、あのー、こうすりゃ安心でしょっていうそのなんか保険みたいなものっていうかな安心っていう時点でもういやいやそうじゃなくてこの子とのコンフリクトの中で旅をした

単純に苦手意識を持って一番苦手なものだとその映画制作の工程の中で最も苦手なもの、まあ、今もそ,そこの本質はあんま変わんないんですけどもまあまあまあ、うん、でもこういったって経験がそれをこうカバーしてますけど当時は経験がないわけだから、うん、経験がない以上何にもそのよりどころとか根拠がないわけで。 そうすると、その、ものすごい、こう、敗北感だけがあるわけですよね。今回もなんとかやったけど、っつい,いな、みたいなことになってきますもんね。うん、勝負権じゃないっていう。うん、ああ、そか、そうか,そうか。かすごくこう、あのー、ものすごく漠然と未来に不安を覚えますよね。その自分のキャリアもそうだし、うん、次のページが書けるのか、次の行が書けるのかっていう、まあ、常に、あの、そこに何か、 道しるべがなないいないいいととけ思思う思考になっていきますよねあそっかそっかうん、うん、それは全く逆なんですよねあの、うん、これは一番本当は遠くてそのその思考の最中にいる人が苦しむのは当然なんですよね、うんうん、だってそれは旅じゃないんだもんはいはいそれは旅の醍醐味じゃないんだもんだってっていうそれ旅じゃないですもんねそうそれは旅じゃない、ね、大事だようん、うん っていうことなんで,すけど <laughs> です、ね、本当にねあのあの,あの91年とかね2年とかのあの自分に、ね、若,若い頃の三宅隆太、うん、三宅隆太ね <laughs> あのまだインターネットないですけどね当時はねああそうだそうだそうだそうそう,そうあのオンライン講座があるよって言って、ね。<laughs> <laughs> 君にぴったりのオンライン講座があるよ。2024年にやってるよ。<laughs> でかい未来の私にい、うん、たいなね。<laughs> いいですね。いや、本当大事ですね。ちょっとだからそこを、ね、あの気づいてない方もいらっしゃるかもしれないとは、ちょっと僕も思います。その担当してる若い子たち。うん、それはね、つらいと思う。ご本人の苦しさっていうのはね、相当なもんだと思います。でね、あの やっぱね考え方が分かんないものってのはねあの、試せないんですよね、怖くて。ああ、試すこともできないんだ。そうそうそう。だから大胆さ、トライっていうものって一番遠いわけですね。そのうん、エラーだけがあるんでしょ。ああ、そっか。いや、エラーだと思っちゃってるし。思っちゃってる。だからエラーエラーでちょっと進んで、うん、そのトライまでいってないエラーみたいなことなんですよ。 あのそ,それはね、自信もなくすし、怖さも増すし、あのでどうしていくか分かんなくなりますよね、多分、ジ剰、うん、になってね。いや、だから、なんていうんですかこう、考える技術というか、あのだかまあ今日はトップシーンという話でしたけども、うん、実は全部つながってるわけですよね。でそそのの中でその ご自分のその苦手な部分とか特に気になってるトピックっていうのは皆さんそれぞれ違うと思うんですけど例えば来週はセリフについてですね多分セリフがすごく苦手っていう方もいらっしゃればセリフは得意だけど構成が苦手とかあのね着想がそもそもとかね、まあ、いろんな方もいらっしゃると思うんだけど、うん、やっぱこれは基本的に大から小に流れていくもんだと思うんですよねも物事はつまり そのアイディアっていうものが混沌から秩序に向かっていく工程だっていうのと一緒で川は上流から下流に流れていくものだし、うん、あので人は誤解から理解へつながっていくものであの人間関係もだから、うん、そのそじゃあ誤解してるんだったら解,か解いていけばいいじゃないってで解くためにはあの相手と関わらないためってことですよねコンフリクトがないとその。 その誤解っていうものがあるかどうかっていうのは伝えたいとかあの向こうの思いを理解したいとかっていうことがないと無理であのやっぱり自分がまず言いたいだったらそ,のそれはまあ誤解も何もないっていう戦争みたいなことになっちゃうわけですねその戦いですよね、うんで。それはもう戦いというかまあいがみ合いというか。はい でもそれも結局その人の中にあるそのこうなんていうのかなあの物語過去の時間とかあとは我慢してきたことうっぷんとか苦しい思いですよね苦しんできたからあの出てしまう一気になんかきっかけがあると一気に吹き出してしまう何かこう刃のような。 になってしまうでそうするとそのその刃に対してまた向こうもそういうことならって言って、うん、こうなんか見当に、ね、そうそうそういうことに、まあ、どうしてもなりがちで、うん、でまあそ,そういうことは、まあ、往々にしていろんなところであるわけですけどもあまあねまあ悲しいですよねあの。うんうんうん であとはそ,それはそのつまり今日のトップシーンもそうですけど未知の状態のが単にぶつかってるだけっていうことなんでそ,の、うん、そ,そこは何て言うんですかねあの旅とは多分ほど遠いもっと前に進んでいこうとかあこういうことが見えたからじゃあ次にこういうことしてみたいなとかまた来年来たいなでも何でもいいんですよその次はそこまで行ってみようとか。 こここんんんななとろにものがあったんだとか、うん、つまり発見気づけ、うんからは程遠いですよねだって結論ありきだから、ね、結論ありきの結論がお互い違うものがぶつかってるわけだからうん、うん、そこには旅の工程が全部すっ飛ばされてるわけですよねそうだそうだうんだから結局のところトップシーンっていうのを最初に考えるじゃなくてその 後から考えるっていうのが一見するとなんかすごくぬるく感じる人がいらっしゃるかなと思うんですよトップシーン大事なのに後っていうのはって。は本当に大事なのは結局クライマックスだったりその作品を通じて主人公が旅をして何かしらの,あの変化をするもしくは何かに気づくっていうことを,通じを物語化したものを通じて何かを伝えたいもしくは描きたいあるいはどうこういう気持ちになってほしいという。 希望未来への希望っていうのがあるわけでしょって思うわけですよその物語を考えていく時っていうのはう、うんね。でそれだったらそのよほどどうしてもこの物語の入り口はこれじゃなきゃなんないっていうのでない限りは、うん、入り口なんてものはのこうなんていうのその時に その時その時その新しく気づいたこととかで柔軟に変わっちゃっていいものなんじゃないって思ったんですね僕とことし。だってまだ何も分かち合えてないんだもん鑑賞者と。<laughs> <laughs> 相手のこと知らないし相手もこっちの思惑知らないわけだから偏見とかその前の記憶を持ち込んで見たりしてるわけじゃないですかみんなねものを,、うん、を見るときにね。そうそうそうだからそれが あ,あ、誤解かもしれないとか、理解していきたいなとか、知っていきたいなとか、もっと詳しく見たいなとか、答えが知りたいなとか、も、なんだろう、何でもいいんでしょそ,その、この先どうなるのとか、関心を持ってもらう、もらう、うん。で、そのために、あの、ね、入り口っていうものを組み上げていく。そういうふうな、あの入り口、機能を持った入り口をね、作っていくっていうのであれば。 それはあの何というかちょっとやそっと当初イメージしてたのと違ったってトップシーンに関しては全然いいんじゃないってそのそれでより多くの人に伝わるんだったり一番バカっ,ってほしい人に伝わるっていうのがあるんだったらそれでいいじゃんっていう気もするしあのやっぱそれはやりたいこととかいろんなものが見えた後考えるでもいいんじゃないっていう気がしちゃう。 そうだからそれはあのー、結局トップシーンっていうのはよく映画の顔だとか物語の顔だって言うんだけどあの扉のようなもんだと思うんですよその自分以外の価値観の人たちとつながっていく付き合っていくための扉のようなもんでそんなにいかついドアノブにしてたら触るの怖いでしょうとか。とかね。<laughs> <laughs> うん なんかそのもうちょっと何て言うのかなアグレッシブなものでも全然いいんですけどねその表現じゃないだけど意味合いとしてはあのそうですね友好的っていうのは、うんうん、あの干渉者に対してこれは干渉者を甘やかすとか、うん、あの そういういい話じゃないですねその説明的っていうのというのはむしろ不信感の表れなんでその相手をしてないから説明的になるわけだから、うん、それがなくてそう有効的である有効的なトップシーンっていう攻撃的な場面として表現されてたとしても有効的であるっていう <laughs>、うん、だそれはやっぱりあの本質その物語で描く本質がつかめてなければそんなものは浮かばんでしょっていうふうに思える。うん いいいんじゃないってそれで気が楽になるんだったらそれで後で考えてねもう精度を上げていけばいいと僕は思うんでそういうなんかトップシーン神話みたいのが僕は大嫌いなんですよそのなんかこう抜群 <laughs> のオープニングで掴みはで掴みは大事なんだけどそのつかみっていうのを今これで掴めるってアイデアが浮かんだって思っても何のために掴んでんのっていうそのみ 掴むために掴んでるはずなのに、そのその何か目的にはい、はい、一緒に旅をするために鑑賞者に、そうじゃなくて、瞬間びっくりさせるだけのものっていうのは、何 <laughs> ていうかな、ものす失礼というか、下品なんじゃないかと思うわ、うん、かります。わ大事ですね。掴みってそう言っちゃいがちですけど。僕、うん、<ん>も言っちゃったしね、今日ね。言っちゃったけど。言ったけど、何のために掴むのかっていうか、その、 掴む先のために掴むから。そう。ってことですよねそ。そう。寄り添うために掴むわけ、ね。寄り添うためにつむ。理解し合うために掴むわけですよね。だから握手っていうわけでしょ。そのうん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 。<laughs> そうだそうだ。<laughs> うん。そうですよね。だから出会った時に握手をするわけですよね。だから、うん、なんか程遠いのじゃないか。その特にその後、そこの後ろに心がないにもかかわらず、 アクションのようなふりして画鋲で握っていてっつってびっくりしたでしょみたいなそういうのはつかみでもなんでもない。でもないっていうね。うん、だからそういう後で考えていいものなんじゃないかという気が起こします。あのトップシーン。そう、うん。つかみ。という気が。いやー、そうですよ。これ今日はあれですね講座聞い、本編聞いた人でこの法則を聞いたら。 理解が相当進みますね。だといいですね。いやー、そうですよ。いや本当にそうです。本当、考え方の問題なんだよな。うんだと思いますけどね。順番だったりね。うん。うん、<の>で、その上で自分のボキャブラリーのピタッとくるところに落とし込んでいけばいいと思いますね、自分の感覚本当に旅しないともったいないし、その旅するから自分の才能とか、その自分の特徴とか、うん、自分のやりたいこととか、何でもいいんだけど、そういうのが出てきますしね。 と思いますけどね。うん。そこになんか、その個人が出るんだろうなと思う、個性が出るんだなっていうのは非常に思いましたね。そうですね。だから、うん、あ<ー>なんか、そうそう。で、結局、人なんでね、キャラなんでね、やっぱり。うんうん。動かしていくのはね。動かしていくのはキャラだって。キャラうん、それを動かしてるのは自分なわけですけど。だから、<laughs> 自分の思考が動,か動きやすくなるためにはやっぱりキャラクターが大事なわけで。うんうん、それがないのにオープニングの絵が見えるはないよねっていうことですよね。そう,そ,うそうですね。本当 <laughs> そうだ。うん、あと、あとその見え,た見えたところからスタートするんだったらその、それが変わってしまうことも考えなきゃないあ。全然それはだからそれを良しとしてそのそ、それ自体が楽しいことであるっていうね。うん ヒントになるきっかけになるっていうのは何だっていいと思うわけですよね。気づきとかあの発見とか展開ですよねその。A の状態が B になるみたいなこと自体がワクワクなわけで、その探求ですよね。うんうん、だからそれはその大胆さが必要で、うんう、額縁にはめていくような慎重さとは全く。 思考が全然逆っていう。そうそう。っていうのを額縁にはめるように考えて苦労してた僕昔の僕よ、気づけよっていうね。<laughs> <laughs> いや、よかったですね。よかったいや、本当に。三宅さん気づいてよかったですね。やばかった、やばかった、本当に。当にいやいや。いや、もうスパルタにより気づくというね、僕の場合はね。<laughs> でもこれで食べていかなきゃいけないっていう時の,あの必死さっていうね。それで、あの、まあ、気づいていったというか、あの、感じです, <laughs> ですけどね、僕は。<laughs> いや、いい話です。あ、そうですか。これはみんな勇気出るんじゃないですか。あ、よかった。八木さんだってそうだったっていう。いや、それはそうですよ。だってドボン人だっつってか。あ、そか<と>、そうか。本当に、本当にひどいもんでした。 まあ、なんとかなりますね。うんうんうん。みんな、みんな、なんとかなるってよ。なん <laughs> とか、いや、なんとかはしてきましたね。うんうんうん、そうそうそう。はい。ありがとうございます。とんでもないです。とんでもないです。今日もいい話をいただきました。よかったです。よかったです。よかったです。はい。<laughs> またね。ね <laughs> 来週もいい話が楽しみです。ああ、ぜひ、ありがとうございます。ありがとうございます。セリフェットについてやります。 はい。はい。まあ、これはこれでまた全然違うそうなんですよね。はい。また楽しみだ。はい。はい。ありがとうございました。今日もありがとうございました。長々と失礼いたしました。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。